もヤシンです、今日はね愛車2台並べて、せっかく庭に桜咲いたんで動画、桜コラボやっていきたいと思います。かっこいい、いいアングル、かっこいい。いやうちのねしだれ桜っすね。今日満開なんで、せっかくなんで車両並べて動画撮っていきたいなと思ってちょっと撮ってます。本当はしだれだからねもうちょっと長いんですけど、あまり低いと邪魔になるんで切っちゃいましたいいなサニーかっこいいな、かっこいいな、かっこいい。もっとかっこいい動画撮りたいんだけどね、技術がないんでこんな動画しか撮れません。いいな CB もいいね、桜もいいね。今ねちょっとさっきこのタイヤの塗る動画も撮ってみたんですけどね、そちらの方もぜひ見てください。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。うん。3人の方もねやってみたいなとは思うんだけどちょっとね形状が微妙タイヤの形状がちょっと微妙なんでね、これがもっといいタイヤ履いてればいいんだけど、ちょっとケンダの安いドリフト してる人たちが履いてるようなタイヤ履かしちゃってるんで、まあしょうがない。かっこいい。でもどう、このオレンジ映えてるじゃないですか。映えてるでしょ、オレンジ。いいっしょ、いっしょ、かっこいいな、かっこいい。このエンブレムよ、最近ちょっと乗ったんでね、前中取って走行距離見た時より増えてるかな。32,900、あとちょっとで33,000キロ。まだまだ走れますね。八分分いますよ、八分分。ああいいね、春を感じますね、春を。あなたの町にも春来ましたか？じゃあここら辺で動画終わりにしたいと思います。おすごいっしょ、ツヤがいいから向こうの桜までちゃんと映ってる。こっちはガラス、もうガラスが反射するのはね当たり前かもしれないですけど、ボディっすよこれ、新車からのボディっすよ。だいぶ綺麗にキープしてると思いますけどね、うん、いいね。ちょっと花粉が乗っちゃったかな、出しちゃったら。自分でも言うのもなんですけど極上車です。大切に乗りたいと思います。こっちのバイクもね最近高騰しててね、2008年の最終型かな。いいね、水冷、水冷じゃねえよ、空冷4気筒、うん、750cc CB400RC42 です。こちらもね大切にしたいと思います。
ンドルハンドルつけててね、走行距離26,000km ぐらい。エンジンもかけてみる。まだ冷えてるから調子悪いな。温まれば。GTR もエンジンかけてみる？聞きたい？さりなんですよね。まあ GTR 通りだとこんなもんだろって思いますけど、イメージの人は、ね、意外と意外ともっさりなんだって思うはずです。じゃあマフラー音取って